こういう思いをしたのは高校3年生以来ですね。皆さんこんにちは、ひろげです。はい、皆さん大変長らくお待たせいたしました。今日から動画投稿を復活いたします。はい、3月から7月の12日まで僕は2級建築士と木造建築士とインテリアプランナーの勉強をひたすらやりました。まあ正直3ヶ月間ずっとひたすら勉強してたので、もう正直しんどかったです。こういう思いをしたのは高校3年生以来ですね。あ、ちなみに3つ受けた資格の中で現在合否分かってるのは2級建築士です。2級建築士なんですけど落ちてしまいました。はい、まあちょっと正直な話、このような結果になって、なんかちょっと辛かったです。僕も本当にまあ3ヶ月間ほぼぶっ通しで勉強して、まあちょっと6月の頭ぐらいか中頃ぐらいにどうしても出さないといけない動画があったんで、それ出したんですけど、それ除いたらほぼ1ヶ月勉強してました。そもそも2級建築士の学科ってどんなのかというと、計画、法規、構造、施工の4教科で25点満点中13点以上取って、で4つの教科の合計が60点超えないとダメなんですよ。で今回なんですけど、試験めちゃくちゃ難しかった。本当です。今回の計画なんですけど、いやらしい問題あったのと、あとね、1級建築士の問題が出てきて、めちゃくちゃ難しかったです。で、僕の周りの友達15人に聞いたんですけど、合格した子たった3人なんですよ。もう正直僕も、ってなりました。ちなみに去年の問題が、まあ、結構簡単だったので、今年は難しめにしたと思うんですけど、いやいや、そこまで難しくするかっていうぐらいめっちゃ難しかったです。この試験なんですけど、僕の友達で模擬試験80点取れる子がいるんですよ。その子に、聞いたんですよ、電話で。そしたら、本番の試験で、62点しか取れなかったって聞きました。いつも模擬試験で80点取れる友達が、もう62点しか取れなかったっていうので、これで、まあ皆さんも分かったと思うんですけど、今回本当に難しかったです。まあ僕の学校の先生も今年の計画の試験は難しかったねって言ってました。さすがに先生が難しいっていうので、もう今回本当に、もう難しかったっていうのが、これで分かったと思います。でも本当どん底に叩き落とされた気分でした。ただ、僕は諦めたくありません。僕はどうせ来年あるんで、もう来年は絶対取ろうと決めます。もう今年は、もうどっちを攻めりゃいいのか分かんなくて、まあもうちょっと勉強しなかった僕が悪いのか、問題が悪かったのか、それとも今ご時世的にあいつのせいなのか、もうどっち攻めりゃいいのか分かんなくなってしまって、まあ僕個人的に言えば、そうですね、あいつのせいだな。もうあいつさえいなければ毎日学校行って、もう勉強しまくってたのに、あいつが行ったせいで学校が潰れるわ。家で勉強しないといけないわとか、もうほんと最悪でした。僕は友達と一緒に、もう今年の2級建築士の試験はあいつのせいでもうなくなっちゃったんだって思わないと本当にメンタル持たないので、もう今回はそうだ、もう練習だと思う、来年に向けての練習だと思えばもういいんですよ。もうそうしないともう本当に精神的に持たないので、はい、もう来年はもう試験で55、6点しか取れなかったので、もう来年の試験で70点叩き出してやろうと思います。もうちょっと問題作ったやつほんと腹立ちます。マジで。はい。はい、もう、こんな暗い話は終わりにしましょう。今回の動画は、まあ、僕が、まあ、そうですね、復帰するということもあるので、まあ、その復帰するまで一体何買ったのかっていうのを、ま、いろいろ見せようと思います。まずはこれを買いました。はい、こちらです。コンビニ限定のレゴ第3弾。こちらを買いました。これ5月の下旬に買ったんですけど、これ買ってすぐに、僕が動画投稿ちょっと1回休んだので、まあ、これも、まあ、今月中に開けようと思います。次に紹介するものは、僕が木造建築士の学科試験終わってすぐにトイザラスに行って買ったものです。今回はすごいですよ。それはこちらです。ドーン、はい、レゴスーパーマリオ、こちらを買いました。はい、これ今レゴ好きの中で相当話題になっているレゴのスーパーマリオ、これを買いました。僕スーパーマリオ好きなので、これはもう本
当に発売してよかった。これ自分でコース作ったり、あとは別売りの、まあ、コースを買って自分オリジナルのコースを作るということができるので、もう実質これスーパーマリオメーカーがもうそのままレゴになったと言ってもいいですね。で、これに当たってこちらも買いました。サンボのこの拡張セット、これも買いました。で、あとはこれも買いました。はい、レゴのミニフィグ20。今回これ動画で開けるんで、今回こそ戦隊ヒーローを当てたいです。あの、前回の動画でも言ったんですけど、もしダメだったらブリッカーズで買います。それと京都のヨドバシで、あの、これも買いました。レゴクリエイターのファイアードラゴン。これはまあ事実上に2個買いですね。あの、これがアマゾンのセールで2000円ぐらいで売ってたんで、まあ、欲しかったんですけど、ちょっとアマゾンが売り切れてたところで、ヨドバシカメラでラスト1で2200円ちょっとで売ってたので、これも買いました。あとアマゾンでこれとこれ買って、そしてだいぶ前の動画で言ったマジックマウス、あとはケースと本体があれば完璧ですね。はい、では今からこのミニフィギュア20を開けます。はい、では開けましょう。今回でこの戦隊ヒーローを当てたいです。今までサーチして買ったんですけど、ほぼダブっちゃうので、今回はランダムで5つ選びました。では開けましょう。まず1つ目、あす来てくれ。では行きます。せーの、よっと。ん？これなんだ？あー、これは武闘家ですね。武闘家を持っているので、まあ、ダブりましたね。一つ目は武闘家でした。では、二つ目、開けます。いただきます。せーの、よっと。あー、おっとっと。はい、二つ目はパジャマ女子が出ました。では、三つ目、開けます。いただきます。せーの、よっと。ん？うわー！やったー！やったー！全体ヒーローだ！やったー！嬉しい。いやー、もうこれを望んでたんだよ僕は。いや、もうめちゃくちゃ嬉しい。はい、3つ目は戦隊ヒーローが出ました。いや、もうこれは嬉しい。では4つ目開けます。4つ目5つ目は、まあ、ダブってないやつが出たらいいですね。いただきます。せーの、よっと。ん？これはなんだ？あー、武闘家だ。武闘家がまたダブりました。これで武闘家は3体目ですね。最後の5つ目を開ける前に持ってないのを一回見ます。あと持ってないのは1番と3番と5番と6番7番8番11番12番16番、これが出てませんね。まあ、できたらさっき言ってた持ってないミニフィグが欲しいですね。では最後5つ目開けます。さあ、最後は何が出るんでしょうか。いただきます。せーの、よっと。おぉ、いっぱい出てきた。あー、これはドローンだ。はい、最後の5つ目はドローンが出ました。はい、5つ開封した結果はこちらになります。今回はこの戦隊ヒーローが出たのでめちゃくちゃ嬉しかったです。ではこちらの5つを一気に組み立てます。せーので、はい、5つ一気に組み立てました。いやー、もうやっぱ戦隊ヒーローめっちゃかっこいい。これ出た順番に並べてるんですけど、やっぱ戦隊ヒーローめっちゃ目立ちますね。なんか戦隊ヒーローがあることによって、この武闘家がなんか戦隊ヒーローの変身前に見えちゃいますね。この3つは出してますので、今回はこちらの2体を見ましょう。はい、まずは戦隊ヒーローです。全体はこのようになってます。これパッケージと見比べて、なんかこのゴールドの塗装が思ったよりちょっと暗めですね。左手にはビームサーベルらしき剣を持ってますね。頭部はどのようになってるのかというと、はい、こちらです。頭部はこのようになってます。意外と普通でしたね。いや、やっぱ戦隊ヒーローはめっちゃかっこいいです。はい、次はドローンパイロットを見ましょう。全体はこのようになってます。このミニフィグの顔、今までにないのでめちゃくちゃいいです。左手にはコントローラーを持っていて、右手にはドローンを持ってます。はい、ドローンはこのようになっています。ドローンも結構簡単な作りなんですけど、よくできています。ちなみにこのプロペラは回転はしません。パーツ自体が結構しっかりしてますので、プロペラみたいにもう簡単に回りません。まあ、こんな感じでちょっと動かすって感じですね。はい、ミニフィグ20で持っているミニフィグを全て並べるとこんな感じです。ミニフィグ20は全部で16種類なんですけど、今回の開封で8種類揃いました。いや、もう今回は戦隊ヒーロー出てめちゃくちゃ嬉しかったです。ミニフィグ20はまた買うか買わないかっていうと、まあ、買わないかな。まあ、もし今度トイザラスとかで安売りセールしてたら買うかと思います。確か僕が行った京都のイオンモールのトイザラスはミニフィグ19か18がまだ売ってあったので、
まあそうですね、今度またまあ余裕があったら買おうかと思います。はい、復帰1本目の動画いかがだったでしょうか。前半言った重い話がなんか嘘のようになりましたね。もうなんでかっていうと、まあこれが出たからです。と、動画に関してなんですけど、木曜日と土曜日と日曜日にアップします。ただ土曜日に関してはまあちょっと諸事情で出せれない時もありますので、その時はまたコメントでお送りいたします。まあとりあえずそうですね、来週までにはレゴマリオの動画は絶対あげようと思います。実は僕1本ため撮りしてるものがありますので、まあそれをまあ先にやってからレゴマリオを出そうと思います。ではあと動画でチラッと見たんですけど、あれは7月の下旬頃に届くと思います。その時はまあいろいろ語ろうと思います。以上、イロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ